おいおいおい、黒竜カズマ、ずるい手使って邪魔すんじゃねえよ。ということで、トリリオンゲーム第3話も面白かったですね。最初に黒竜カズマに文句を言いましたが、賢い手だとは思います。でも、なんでドラゴンバンクも花にしたんですかね。リンリンも言ったように、花って単価も安いし、市場規模も大きくないんですよね。ドラゴンバンクくらい大手だったら、AI にプレゼントを選ばせるということは盗んで、 商品はもっと多くにした方が良かったんじゃないですかね。AI に多くの商品を学習させるのが難しいのであれば、花ではなく宝石とかもっと単価の高いものにするべきではないでしょうか。だってトリリオンゲーム社が花を選んだのは、ある意味たまたまリンリンが詳しかったからというところが大きいですからね。あんだけ宣伝かけるなら単価の高いものの方が絶対にいいです。まあ、密造の社長への嫌がらせというのもあるでしょうけどね。 今回の件で、ヒ姫と黒竜一馬の親子関係は良好ではないということが分かりましたね。それがどうストーリーに絡んでくるのでしょうか。今回のトリリオンゲームは、メメの色気がやばかったですね。メメのホストクラブなら毎日通っちゃいますね。とはいえ、あまりホストクラブを美化してほしくないなという気持ちもあります。今回の春は、ガクを助けるために喧嘩するシーンや、ヒ姫を接客するシーン、かっこよかったですね。 缶ビールを差し出して味わってみてください。でもうエロいっすね、本当に。私は天の尺だから、桐姫が缶ビールに手をかけた時に、あれ春にぶっかけるんじゃねでちょっと思っちゃいました。缶ビール1本に501万円か。1年間暮らせますね。そして、ガク、本当に AI 作れるんですね。天才っすね。春やガクにかっこよさ、目を奪われていますが、ケド員を演じている吉川孝治さんもめっちゃかっこいいです。 それでは気になる次週4話のあらすじをお話しいたします。ドラゴンパンク社が AI オンラインショップ寄り抜きをパクって大々的に花ビーナスを始めたことで蜜園フラワーの売り上げは激減し窮地に追いやられる。蜜園を心配するガクトリンリンだったがこれ以上蜜園フラワーを助ける術はなく稽動員からもこれがビジネスだと悟される。春は次なるプランとして祖先参入をガクトリンリンに提案する。 大手ゲーム会社を買収しようと動くが、全く相手にされない。そんな中、春はゲーム会社、サクサクラボの社長、サクラの心をつかみ、サクサクラボの社員たちとゲーム開発に乗り出すことに。さらに、家賃300万円の新しいオフィスまで借りてしまう。そして、ドラゴンバンク社の大人気ゲーム、ドラ娘の開発プロデューサーを引き抜く計画も立てるが。というのが、次週4話のあらすじです。ソシャゲかーっていうかソシャゲって言いづらいですね。 ソシャゲ参入が言いづらくて何回も取り直しました。今ソシャゲってめっちゃクオリティ高いんですよね。何年か前だったらインディーズでも結構儲けられたという話は聞いていました。今どうなんでしょうね。当たればでかいんですけどね。読んだブログによると、このソシャゲ編が終わった頃に春とガの道が分かれていくみたいなことが書かれていました。また一緒に活躍してくれると嬉しいんですけどね。来週も楽しみですね。 私の感想動画が面白いと思っていただけたら高評価よろしくお願いします。来週も放送日の翌日には感想動画あげますので気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。LINE で友達になることで LINEPayPayPay ペイペイペイで投げ銭していただけます。YouTube 活動を続けたいので投げ銭で応援してくれると嬉しいです。特別な見返りはないですが投げ銭してくださった方の SNS はフォローします。そしていいねやたまにコメント残します。 良ければご検討ください。この動画は、んごみっくがお送りいたしました。最後まで見ていただき、ありがとうございます。今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。